天蔵天魔は天才だということを改めて確認したよ。その若さでチーフの座に座り、院長も外科部長も大のお気に入り。しかも院長の娘のハートまでときたもんだ。人の命は平等じゃないんだもの。医者をボランティアか何かと勘違いしてるんだよ。我々は人の命を救う以前に学級の徒。そうだろ、そうだろ。君だって院長にうまく利用されてることは分かってるんだろ。あなたって本当にバカね。あんなやつ死んだ方がマシだ。あの屋敷か。はい。俺たちはモンスターに雇われたって。殺して。